どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。いよいよですよ、皆さん。明日、都大路が開幕するぞということでですね、もうめちゃくちゃ盛り上がっています。はい、今日はね、もう開会式もありますしね、もうほんと京都はすんげー盛り上がりじゃないかなっていうね、もう感じがするんですけれども、はい、直前になりましたが、今日は順位予想しっかりとしていきたいと思います。しかし、もう皆さん、今ね、タイム順にね、並べてみたんですよ。見てくださいよ。わからないですよね、ぶっちゃけ言うと。もう去年は、どちらかといえば、セラがやっぱ一つ頭ね、抜け出てたんで、まあ、順位予想もしやすかったんですけれども、今回本当にね、わかりません。 正直な気持ち。根拠とかほとんどないです。もうフィーリングですよ。まあ、僕もね、今まで、まあ、インターハイであったり、まあ、国大であったりね。あとは、まあ、日体大記録会とか、いろいろ、まあ、やってきましたけどね。皆さんにね、情報発信してきましたけど、まあ、それを踏まえてですよ。順位予想。まあ、とりあえずは、作ってみました。こちらです。はい。いや、まあ、あんだけ言ってるんで、僕はやっぱ、世羅高校ね、優勝に持ってこなきゃいけないでしょ。あんだけ言っといて、区間オーダーまでしといて、世羅高校、今回は5位ですって言えないですから。やっぱね、信じる力も大事なんで。今回のね、記録ね、世羅高校をしっかりと3回目指して頑張ってもらいたいなと思いますね。いや、ほんとね、吉田選手、そしてグレ選手の力じゃないですからね、優勝しようと思ったらね。はーい。やっぱその他の選手、まあ、特に、乙辻選手と、そして、牧選手、この2名の選手のね、走りがね、勝負をこう左右すると過言ではないんでね、しっかりと頑張ってもらいたいと思いますけれども、やはり強敵倉敷高校、怖い。いやー、ほんと怖いですよ。まあ、怪物マウラがいますしね、マウラ選手がいますしね。で、まあ、経験者がぐわーっとね、揃ってますんで、やっぱりこの辺の経験値大事ですよね。まあ、4区おそらく前田選手走ると思いますけれども、前田選手の走りがどうかというところでしょうかね。はい。まあ、安定感抜群ですから、もう本当優勝候補筆頭と言っても過言ではありません。そしてやっぱり5000のトラックで言えば、佐久長聖高校。まあ、このね、3強がね、やっぱり、ワン、ツー、スリー来るんじゃないかとは思いますよね。やっぱりね。佐久長聖のこのトラックの14分12秒平均ですよ。もうとんでもないですよ。で、13分台もね、2名、中谷選手とね、名取選手いますんで、これは恐ろしいなと。はい。まあ、あとは本当ね、もう、わからない。どんな感じで来るかね。でも、まあ、この中でもやっぱり前もはず、話しました、大分東明高校。注目したいですね。大分東明高校。本当ね、まあ、外国人留学生のね、モゲニ選手にどうしても注目してしまいますけどね。やはり予選会のこの記録を見ればですね、本当全員駅伝、しっかりとね、底上げできてると思いますんでね、こちら注目したいなと。いうところですよね。そして、まあ、あと怖いのはやはり学法石川。行く遠藤選手が、まあ、けど、遠藤選手ね、もう序盤から多分来ると思うんですよね。はい。まあ、おそらく5キロあたりからやっぱりね、こう仕掛けて、ちょっとね、ペースが、多分おそらくね、序盤はね、ペース落ち着いてると思うんですよ。展開的に。みんな出方、牽制しながら来るんじゃないかなと。しかし、まあ、そのね、ペースにね、まあ、物足りなさを感じてし、いればですね、遠藤選手もそこからガーッ行ってしまう可能性ありますんでね、まあ、そういうところに力も持ってますし、まあ、これで、学法石川がどこまで勢い乗れるか、やはり去年のね、7位、上回る成績をね、狙っていけると思いますんでね、学法石川も、こちらも恐ろしいなと。いや、本当、わかんないですね。もう仙台育英も怖いですし、洛南も怖いですしね、また豊川高校もやっぱ力あると思うんですよ。まあ、それを考えればね、もう本当、このね、入賞8校を絞るのが大変です。はい。でも、まあ、こうかなと、はい、思ったところで、明日の都大路第67回全国高校駅伝、皆さん、女子も含め、応援していきましょう。頑張れ、高校生。ザワチャンネルでした。